マジックチャンネル、イエーイ、お久しぶりに登場していただきました。よろしくお願いします。東京モーターショーご一緒以来、はい、ご一緒ありがとうございました。すごい素敵なお姉さんいっぱいで、ね、キャップのお弟子さんもう、はい、いっぱいいましたね。すごかったですよね。どうもありがとうございました。みんな素敵だったですもんね。確かにキャップのお弟子さん笑顔がすごかったですよね。もうね、うん、もう完璧でしたよ ね。完璧でした、うん、お話も完璧だし、よかったよかった。今日は、はい、マジックなんですか。今日はですね、私のマジシャンとしての悩みを師匠に聞いてもらおうという、そういう時間です。悩み、うん、悩みがあるんですか。あります。あ、太った。それはね、もう否定できない。そこじゃないんですね。そこじゃないです。マジシャンとしての。マジシャンとしての。はい。はい。まあまあマジシャン、あんまりマジックね、わかんないんですけど。また。お願いします。お願いします。お願いします。何かっていうと、はい。あの、まあ、初めて会う人に、はい。マジック見せるって、はい、いう場合は、はい。こう、ある程度こう、ルーティン化してるというか、パターン化してるというか。鉄板のやつ見せればね。そうそうそう、いいんですけど、はい。これがですね、ほう、やっぱりあの、1ヶ月に1回、ええ、7年8年と続いているお店でですね。こんな続いてるんだ。はい、焼肉屋酒井さん。人気あるんですよ。いや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 、もう月1なんでここまで続けて。月1だって7年って何回ですか。12ヶ月かける、あ、そうか、うん、7年でしょ、はい、いっぱいいっぱいじゃない、いっぱいじゃない、うん、いっぱい、もう計算できない。100位超えちゃうようなね、うん、やらせていただいてて、はい、で、まあ、手を変え品を変え、うん、こう私なりにこう頑張ってるんですよね。そうですね、はい、なんですけど、うん、こうやっていくうちに、うん、あの最近ね思うんですけど、うん、不思議が足りなくなってきてるんじゃないかなと。え、すごい、なんか哲学みたいな難しいね。僕バカだからあんまり分かんないですよ。いやいや、なんていうんですかね、はい、こう最初は、はい、言葉悪いですけど、はい、エースが4枚揃うとか、はい、キングが4枚揃っただけでも、はい、ウェーってなってくれてた皆さんが、奇跡だもんね。だって52分の1かける5、まあそんなんじゃないですか。そうが、パッパッパッパって揃っただけでも、うわーって言ってくださってたのに、はい、まあ、はい、なんね、5年6年と年数経ってくると、はい、こうだんだんね、こう不思議を重ねてるんですけど、どんどんこう私もなりにこう頑張ってるんですけど、あんまりこうふーんとか。それはあの ネタが切れてくるとかっていうこととは違うんですか。一応私なりにこう常にこういろんなの見て、あ、これまた不思議そうだなとか持ってきたりとか、基本私演じる時に自分が不思議だなと思ったやつじゃないと不思議を提供できないので。そうだよね。そういうつもりで見てるんですよ、はいはいはい、なのでこの、まあ、マジシャン歴10年ぐらいになりますけど、ほう、例えばその初めて見るマジックとか、はいはいはい、マジックショップの動画、ね、はい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 、見るじゃないですか、はい、未だにはこれ不思議だなっていう風に思うわけですよ。もちろんね、僕もそうです、ね、でそれを、はい、じゃあ私なりにできるかな、あ、できそうだな、じゃあやってみようっていう風に私なりの不思議は重ねてるんですけど、はい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 、ちゃんと提供できてないのか、見慣れてしまって不運になっちゃってるのかちょっとわかんないんですけど、だから不思議が足りなくなってるんだなっていう言葉に置き換えてみたんですけど、哲学ですね。不思議が足りなくなってる、うん、ちょっとお客さん聞いてみたら。いや、それはね、聞けないよやっぱり。なんで、ね、不思議足りない。いや、うん、まだこっちで想像して対処してなきゃプロだからね、うん、いけないんですっていうことですよね、うんうん、どうしましょうかっていう。そうなんです。師匠、その場合はどうしたらいいですかっていう状況が僕もよく見てないんでね、わ、うん、からないんですけど、うんうん、まあお客さん、 まずね、うん、お客さんとしたら、はい、ずっと来ててくれた人が、うん、まあ、来なくなることあるわけじゃないですか、たまにね、ね、うん、それは別に気にしないけどね。ヨガ、うん、うん、だってそんなに向こうもだって仕事、いやほら、まあまあ、安いわけじゃないじゃないですか、ただじゃないから、うん、ちょっと最近景気悪いのかなとか、うん、あるいは忙しくなった、逆にね、仕事が忙しくなっちゃったのかなっていうこともあるわけじゃないですか、うん、ないけど、例えばの、そして可能性としてはそういうことなのかもしれないし、うん、ね、
違う原因がね、うん、要因が考えられる場合もありますが、まあ、プロとしては自分の責任だとした場合、はい、どんなことを対処したらいいのかな。そう、すごいリアクションがやっぱりね、昔ほどじゃなくなってくるから、うん、やっていくうちに、まあ、それは不思議が足りなくなっちゃってるんだろうというか、見慣れちゃったというかな、あるんだろうなと思うんですよね。なるほどね、うん、僕もね、見慣れ、もう50年やってますから見慣れてますけど、怖っっていうものありますもんね、うん、あるんですよ、うん、ってことはね、もちろん見慣れてはくるんですよ、はい、でマジシャンもだけど皆さんやってもいるし見慣れてはいるじゃないですか、うん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 、だけどやっぱりおっていうものって絶対あるはずなんですよ、うん、そういうものを探すといいと思うんですよ。探せるつもりなんですけどね、足りないのかな、やっぱり。いや、そんなことないんですけど、うん、よくね言われる、クリエイターの中で言われるのが、はい、この人の、あ、じゃない、不思議なマジック見せられて、これ誰のマジックって聞いて、うん、カプスだよとかジェニングスだよって言われたらネタが分かったみたいなことあるんですよ、うんうんうん、だからその人の考える方向性ってあるわけですよ、はい、結城さんならこういうか、結城さん何でもやるけど、例えばこういう方向のものを考えるとかって、うん、多いよねっていう、多いよねっていうのがあって、うん、全く違う人の ネタやってみるとかね、もう追えないから、やっぱりね、好きなマジシャンって言うと、ゆうきさんのゆうきさん好きじゃないですか。結構ゆうきさん的なことやってると、うん、発想がだんだんなんとなく分かってきちゃうから、あ、お客さんにね、お客さんがね、お客さんも、ゆっきーさんはきっとこっちの方向に行くだろうなみたいなのが見えちゃうってことだ、うん、見えちゃうから、あ、なるほどね、そんな風にまで理解できないけど、なんとなくもういつもの通り、うん、あ、だからこういうことよねってなんとなく想像ができちゃうので、うん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 、全く想像つかないような別なクリエイターのマジックをやってみるとかね、うーん、っていうのを、だ、例えば僕この間動画でねやったんですけど、はい、これはまあまあまあ大好きなゆうきさんのとこで出してるやつこれ、はい、買いました、あ、これは違いますけど、うん、買いました、20と22っていうやつは買ってないんですよね。これは、うん、沼津のなんか、まあ、横田さんという方が考えられて、はい、ゆうきさんの仲いいらしいんですね。それで、まあ、マンスリーから商品化されたんですけど、レンボーデックのやつ22ってやつ、はい、あ、じゃあそれは確かに師匠が動画にアップしてるのは知ってるんで、はいはい、ちょっと後でここに入れときます。はい、はい、ゆきさんはここでやらない、やらない、やらない、うん、さっきそれのちょっと師匠の少しアイディアを、うん、追加してもらったものを教えていただいたんですけれども、はい、いや、もうリアルの場でやりたいから、これはやらない。なんでね、そう、 YouTube も見てくれてる人がたくさんいるんです、ありがとうございます。で、あ、それ動画で見たって言われちゃうと、あ、そっか、もうオチが分かっちゃうから、そっかそっか、これ使うけどっていうところまで、うん、あ、じゃあお店に見に、そう、見に来てください。あ、うん、いや、やっぱりね、リアルで自分がやられた方が、自分がやられた方、やられた方がってお客さんとしてね、うん、た方が不思議なので、これ不思議だって、私もさっきって言っちゃいましたもんね。これなんかね、もう多分ね、結城さんも不思議だよねっておっしゃってたのは、マジシャンにこういう発想ないわけですよ。だから追いつかないの。あ、そういうことか。こうやってやられた日には、なんか当たり前のこと、まあ、あんまり言っちゃいけないな、あんまり当たり前のことやってても、いやいやいや、その見たことないから、うん、うん、その追いつかないから不思議なんだよね。なるほどね。一般の人が見ても不思議だし、マジシャンが見ても不思議なのは、うんうんうん、発想が、方向が違うからね。あ、だからだった。だ、こういうのをやってみると、うん、ちょっと今まであーって慣れてきた人も、なるかな、なる可能性がある。ちょっとじゃあ、これ貸してください、はい、教えていただいたこれ、はい、やりますと、はい、で、特に何年も通ってくれてるなと思う人にあえてやってきます。はい、その反応は後日ご報告します。はい、でちょっと発想を転換したこのデックを使ったマジック、はい、楽しみにお待ちください。ぜひ、はい、現場でご覧ください。ありがとうございました。そうか、でも一つじゃ足りないよね、どんどんそういうのね、師匠持ってきて、私に頑張るよお願いします。はい。